は、ブロトリーフチャンネルです。今日はナスに肥料を与えるのと、お水やりを行います。また、根元の芽かきも行います。こちらの苗が植え付けを行って6週間経った苗です。こういった有機の肥料で、株の周りに与えます。この時軽く土をかぶせていただくとより効果は高くなります。また今根元の部分に芽が出てきているので、こういった芽は放っておくとどんどんと大きくなってきます。そうすると主軸の部分の栄養がどんどんと取られてしまいますので、こういったものは指でつまんで取っていくようにしましょう。また今花の状態を見ていただくと、根元の部分から首がこう落ちてしまっている状態になっています。これはお水が足りていない時のサインになりますので、こういった症状になった場合はたっぷりとお水を与えて、鉢の下から溢れ出るぐらいまでしっかりとお水を与えてください。以上です。